早く食べよう。もういつまで続くんよこの暑さは。暑いとイライラしちゃうよね。その上仕事ははかどらんしま。ああ課長がね、無駄な会議ばっかで周りが迷惑するよね。ほんまイライラするし食欲もわかんわ。その割にとんかつ定食って。これには深い訳があるんよ。どんな訳よ。このとんかつを見ながら課長の顔を思い浮かべて。課長？輪郭から毛穴まできっちりと思い浮かべた。この焼きたたずの豚！え？キリした。いや、いや何もないところでこんなこと言ってたら常軌を逸してるじゃん。でも目の前にとんかつがあれば、あのとんかついまいちなんだって勘違いしてくれるじゃん。いやそんな好意的な勘違いしてくれるかね。唐揚げとか魚フライでも試したけどやっぱり豚の切れ味にはかなわんよね。まあ役立たずの鶏っていうより歯切れがいいよね。実はさ私昼ドラ大好きだったけんさ、いつかこのセリフ言ってみたかったよね。まあ普段言う機会は確かにないけどさすがにやめといた方がいいと思うわ。とはいえ実は私も昼ドラ好きだったんよ。やっぱり。で最近あの手のドロッドロしたコミックが結構あってさ、もうストレス発散にぴったりよ。なになに。ディスキーっていう愛憎渦巻く復讐物語とかさ。めちゃコミックで読めるけイライラしたらすぐチェックよ。めちゃコミック。あっちゃこっちゃそっちゃもめちゃコミック。ひーよっちゃこっちゃあっちゃもめちゃコミック。わんさか無料配信中。あっちゃもこっちゃもめっちゃコミック。めちゃコミック。あっちゃこっちゃそっちゃもめちゃコミック。ひーよっちゃこっちゃあっちゃもめちゃコミック。わんさか無料配信中。あっちゃもこっちゃもめっちゃコミック。教えてもらってよかった。このままだと課長にたわしのコロッケ食べさせるところじゃった。